道中奉行は、江戸幕府における職名の一つ。一時期設置され浄水などを統括していた、道奉行とは異なる役職である。道中奉行は、五街道である東海道、中山道、日光道中、欧州道中、甲州道中及び、五街道の付属街道として、主要街道を支配下にした。宿場駅の取締役事訴訟、スケの監督、道路、橋梁。 都船、並木、一律化の整備など道中関係すべてを担当した。所見は、理印別録の寛永4年12月にある、水野主神ら4名の任命の記事であるが、一般的には、万事2年7月19日に大目付、高木守久が県任で就任したのに始まるとされる。大目付県体1名として始まったが、県六1年に勘定奉行。 松平重吉が道中奉行家役となって以後、大目付と環状奉行から一名ずつ検体する二人制となった。万治二年、幕府に道中奉行が設けられ、五街道に付属していた街道は、鞘や美みのろ、霊平主街道、美ぶ通、水戸桜道、本坂通などの他に広報城道があった。鞘やろ、霊平主街道、本坂通は、 明和元年に道中奉行の管轄となった。聖徳2年から教法9年までは、よりき2期、同心10人が配属され、配下に、勘定組頭の兼職である道中方が置かれていた。役料は、教法8年から年に3000国、文化2年以後は年間金250両、校歌2年より、大目付のみの検体。ありがとうございます。